はい、皆さんこんにちは、亀の子あたしです。はい、今回はですね、噂のケリー到着。はい、今これ動画収録しているのが2020年の5月24日です。はい、最近 SNS の方でちょっと変わったケリーが出てるっていうのが噂になりまして、その写真とかもね、流れたりしてたんですよね。自分もね、ちょっと気になるなっていう形だったんですけど、どうもね、これ東北地方とかなんかいろいろ限定とかなんかそういうふうなね、キーワードが飛び交ったりしたんですよね。自分関西なんでね、ちょっとこれはまずいぞって思ったりもしたんですけど、はい、この度無事に入手することに成功しました。ただちょっとね、いろいろね、気になったこととかもあったりするんで、ぜひね、同じく購入を検討されてる方とかね、気になる方っていうのはこの動画をぜひ参考にしていただければ嬉しいなと思います。はい、ということで最後までぜひお楽しみください。最後にいいねとチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではスタートします。はい、じゃあ早速ね、今回購入したやつを3つ出したいなと思います。はい、これらになります。じゃーん。はい、これらのケリーになります。はい、ね、ケリーっていうのがね、ペンテルさんから出されてる、ロングセラーのシャープペンシルになります。はい、シャープペンシルなんですけど、はい、こういう風な形でね、缶合式のキャップがついてるっていうところが非常に珍しいやつになります。はい、そんでこれキャップを取った状態でもこれノックができますし、はい、これキャップを後ろ側にね、はい、ポストした状態でも、はい、こういう風な形でノックができるっていう風な、非常にね、見た目的にもかっこいいシャープペンシルになります。なんとこのシャープペンシルがね、登場したのが1971年です。昭和46年。昭和46年って何があったかと言いますと、はい、万博の次の年です。はい、まだピンとこない方はね、さらにちょっといろんなことを、ちょっと1971年に起こったことを言うと、ああ、昔だなって思われるかもしれないんですけど、はい、1971年といえば、はい、仮面ライダーが放送開始になったりしました。マクドナルドの1号店がオープンしました。で、日清のカップヌードルが発売になった時です。で、飲み物で言うとスプライト、はい、皆さん飲んでる思うんですけど、そのスプライトが発売になったり、森永の小枝だとかもね、発売になった年になります。そう考えるとね、むちゃくちゃ前だなっていうのはね、皆さん実感できるんじゃないかなと思います。もしかしたらね、皆さん聞いてらっしゃる方、どんな世代かわかんないんですけど、もしかしたらおじいちゃん、おばあちゃん世代とかのね、世代になっちゃうかもしれないですね。はい、というふうなね、時に出たやつなんですけど、そこからね、あまり形が変わらず、今に至るまで続いている形になります。当時はね、こういうふうな形で、ペンテル5っていう表記あったんですよね。はい、でね、いろいろ時代が流れていって、今はね、どうなってるかというと、ここのところ、ケリーってね、大きい、ゴシック体で書いてあるような形になるんですよね。はい、でもね、こういう風な形で限定版とかが出た時には結構この数字の5が使われた、昔ながらのこういう風なペンテル5の表記がされてるやつもありますし、そのまま今の現状のやつのケリーってなんか表記があるやつもあったりもします。はい、それはね、様々なんですけど、今回出たやつはこの数字の5が書いてあるバージョンのやつになります。はい、でね、ちょっと前の置きが長くなったんですけど、はい、これがですね、はい、今回出たやつが、これがゴールドリミテッドスラッシュ透明っていうやつになります。で、こっちからいきましょうか。はい、これがダークボルドーっていうやつになります。で、これがダークブルーっていうやつになります。で、この下のね、この今手に持ってる2個に関してが1650円税込みです。で、この上のやつ、このゴールドのやつがちょっと高くなりまして、これが税込み3300円っていう風な形になります。はい、でね、ここでね、ちょっと気になることがね、あったんですよね。はい、これのね、自分、SNS でちょっと画像が回ってて、それで知った形なんですけど、はい、そのね、画像のところに、この商品の説明みたいなのが書いてあったんですよね。1971年に出てみたいな、そんな流れも書いてあったんですけど、そこでですね、今回のね、このダークボルドーと、あとはこのあれですね、ダークブルーなんですけど、この2つがですね、それぞれ日本の伝統色の紅か紅か、読み方はあれなんですけど、紅 で、このダークブルーに関しては愛をなんかモチーフにしたみたいな、そんな言い回しのことが書いてあったんですよね。
やこれ違うだろうってねちょっと個人的に思ったんですよね。はい、これどう見てもね、あのこれちょっと動画撮る前にねちょっと色調とかもねちょっとあの慎重に見た形なんですけど、今これ画面に見えてるような色合いなんですよね。これどう見てもねあの個人的になんか小豆色に見えるんですよね。あの赤紫に見えるんですよ。でね下のねこれ藍って言うんですが、これどっちかというともっとね緑に振り切ってて、はい、なんかエメラルドグリーンを濃くしたやつかなみたいなね、そんな印象を受ける形なんですよね。今明度とサイドに関してはこの2つ一緒っぽくて、まあ色相だけをこれ変えたような形なんで、まあダークってそれぞれつくのはまあ納得なんですけど、これダークね、なんかレッドパープルかなんかそんな感じですし、この下に関してはダークエメラルドグリーンって書いた方がいいんじゃないかっていう風な、逆に変な誤解与えるんじゃないかってちょっと心配するような形になります。はい、でまあこちらに関してはね、まあゴールド、これはあまり気にならなかったです。はい、まあピンクゴールドいうわけでもなく、もう普通のあのゴールドみたいな形です。でこれがね透明軸になってるんですよね。はい、ここのところが透明になってる形になります。はい、でまあこれに関しては透明じゃないんですよね。はい、まあ、同じ金属は使われてて、まあ、重さがねもしかしたら若干変わるかもしれないんですけど、はい、あんまりねあの計測してもね変わらなかったです。はい、で持ってみてもねあの違いっていうのはないです。であの今現状売られてるケリーとも大してあの変わりがないんで、はい、あの色合いぐらいしか変わりがないんで、あの、まあ、持った感じとかねあの書き心地みたいなのはもう現状のケリーと思っていただいて差し支えないと思います。はい、というようなねこの3色のやつが出た形になります。はい、でねこれがね実は冒頭でも言ったんですけど、はい、まあ自分住んでるのが関西なんですけど、どうもそこでは売られないみたいな形なんですよね。というのもまあ、これ自分購入したところは実はオフィスベンダー系のねお店になります。まあ、オフィスベンダーいろいろ店舗を持ったりしてるんですけど、主にあの関東とか東北地方にまあお店を持ってるところになります。であとはですねまあ、これに関するツイートをしてたところがインクっていうまあ系列のお店、あとは世界堂っていうねまあ名古屋のさんがちょっとツイートでつぶやいてたんですけど、まあ、世界堂系なんですよね。はい、まあ、いずれもね関西の方にはなかったりするんですよね。ただまあ中部地方からまあ関東東北あたりにかけてはまあ持ってるお店だったりするんで、はい、まあこれそうですね、まあ日本をまあ真ん中に割ったまあ西日本ではこれあんまり売られないやつなんじゃないかなっていう風な感じなんですよね。なんでまあこれはまあ関東地方限定モデルと言っていいんじゃないかなって個人的に思った形です。でそのまあ SNS とかに流れてる画像のところとかもですし、あとはこのオフィスベンダーのところに、まあ、ちょっと説明がさらに付け加えて書いてあったんですけど、取扱店舗が全国で3社限定って書いてあって、さらに店舗限定販売で数量限定みたいな形で書いてあったんですよね。なんで、まあ、さっきの3社ですね、オフィスベンダー系、インク系、世界堂系みたいな形なんで、まあ、いずれもちょっと関西では、はい、まあ、ないかなっていう形なんで、ぜひ気になる方はね、まあ、それらのお店に電話をかけてみまして、まあ、関西にね送ってもらえるっていうところがありましたら、まあ、そこで買われるのがいいかなと思います。ちなみに自分は購入したところはこれオフィスベンダー系さんのお店です。まあ、そこのところに電話をかけたところ、まあ、手数料はいる形なんですけど送ってもらうことに成功しました。まあね、送ってもらうときに、まあ別途手数料がいる形なんですけどね、まあ、皆さん住んでるとこどこか分かんないんですけど、まあ、そこの分のまあ送料プラスあとは代引き手数料ですね、まあ、それがちょっと上乗せになるかなみたいな形で、まあ、自分やとだいたい1000円ぐらいかかったような形となります。はい、なんでまあでもねそれらを全部含めたとしても、まあこれ3つ自分買った形なんですけど、まあ8000円ぐらいやったかな、なんかそれぐらいです。でね、ネット今現在2020年の5月24日、はい、まあ、この動画撮る前にちょっとメルカリとかなんかいろいろ調べたところ、もっとプレミア価格ついたりとかしてたんですけど、あえてね今の段階やと手に入ったりするんで、特に気にされる必要はないかなと思います。まあ、店舗にもちょっと問い合わせたんですけど、まだ在庫はあるみたいな形だったんで、ぜひ気になる方はねお早めに手に入れてもらえばいいんじゃないかなと思います。はい、でね、まあ、これとねまあちょっと合わせて考えたいと言いますか、ちょっと同列で気になってる方いるんじゃないかなと思うのをね、ちょっと今から出していきたいなと思うんですけど、はい、それらがこれになります。じゃあ、はい、まずはね同じケリーに関してなんですけど、はい、
こちら金に対してこれ銀なんですよね。でこの色よりもさらに明るいような色合いのやつがこれ出てきたんですけど、はい、これがね何になるかと言いますと、実はこれがですね、東海地方限定で出た2018年の終わり頃から、まあ、2019年の初頭あたりにかけて、まあ、ちょっと噂になった、はい、ケリーになります。はい、まあ、この時もね自分も知り合いにねなんとか当たって送ってもらう形で確保に成功したんですけど、この時はですね3000本それぞれ限定みたいな形で言ったんで余計焦ったような形になるんですよね。はい、まあ、後にねイベントとかでねこれまあその辺に店舗持ってられる方が関西に出店された時に、まあ、一緒に置いてあった時に、まあ、見たこともあったりもしたんですけど、まあそれ以外では見たこともないんで、ある意味ねちょっとレアにもう今すでになってるかなみたいなやつなんですけど、はい、このシルバーがねこの金とかなり親和性がいいです。なんでね、まあ、これを持ってる方とか、まあ、これを気にされてる方はね、まあ、この2つ今回の機会でぜひ手に入れてもらえればいいんじゃないかなと思います。はい、そんでね、まあ、この赤に関してはよりこっちはねもう赤紫って言っていいです。でこれに関してはここに今出てるようなこんな赤い色になるんですよね。はい、なんで赤が好きな方はねこれ手に入れてもらったらいい赤なんでいいと思います。でねこれなんですよね問題は。はい、これね色の名前がね、はい、これがあれなんですよね、ターコイズブルーになるんですよね。はい、まあ、これはね納得です。これ確かにターコイズみたいなちょっとブルーが混じったようなね、まあ、エメラルドグリーン的な色なんですけど、この色合いってねかなりファンの方多かったりするんですよね。で実際これがね出た年あたり、まあ、その付近にね爆発的に人気になったね万年筆があったりしたんですよね。はい、それが何になるかというとこちらになります。じゃあ、はい、これ自分持ってるんですけど、このクンプーっていうやつなんですよね。はい、プラチナマネスさんから出たやつで、もうかなりプレミアの価格がついてるやつなんですけど、もうこの色っていうのはちょっと魔性の色ですね。まあこれに限らずいろいろやっぱりね、まあ、エメラルドグリーンいうのはかなりファンが多い色合いになります。でね、まあこのクンプーとこれ抜群にね合う形なんですよね。でね今回出たねこれがどうかというと、はい、比べてみたらどうですかね。個人的にはね自分この東海地方のやつにの方が合うような感じがするんですよね。なんでねこれいずれも持ってない方でねどちらにしようかなって悩まれてる方は、個人的に自分この東海地方のやつをおすすめする形になります。あとはですね今になったらねこれに加えてさらにもう一本ねよく似た色合いのやつがね、これまたねプラチナさんから出された形なんですけど、これが出たんですよね。じゃあ、はい、これなんですよ。キュリダスいうやつなんですよね。はい、まあ、ノック式のね、はい、なんかキャップレスっぽいようなね、あれなんですけど、はい、まあね、これもね、やっぱり一緒に多分持たれてる方いらっしゃるかなと思うんですよね。はい、まあ、色合いはね、確かにちょっとこっちの方が濃いかなっていう風な形は受けるんですけど、まあ、よく似た色合いです。まあ、こうなった時にね、じゃあ今回のこれどうだろうみたいな形で合わせるにどれが綺麗かなみたいな形なんですけど、まあ、比較してみると、まあ、こんな形になります。はい、どうですかね。個人的にはもうこっちの方が近いような気がするんですけどね、まあ、かなり微妙な差なんですけどね。はい、ちょっとこういう風に置いてみましょうか。皆さんどうですかねこれ、まあどうかな。個人的にはまあこれ1本でもいいような気もするんですけどね、こういう風に合わせて。はい、まあなんかね色合い的にはこんな色になります。はい、まあぜひ気にされている方参考にしていただければ嬉しいなと思います。はい、というふうなね、まあちょっとね比較を入れてみました。あとはね、なんで自分こんなにあれなんですよね、このケリーのこと好きなんかって言いますと、これにはねちょっと理由があったりするんですよね。はい、まあこれ以外にもね実は自分ケリー他にもいろいろ持ってるんですよね。まあ例えばこんなんなんですよね。まあ、ゴールドケリーっていうやつやったりするんですよね。まあ、これね、なんかね、幻いう形で出たんですけど、個人的にね、こっちの方がね、よっぽど幻な気がするんですよね。これ、なんやかんや言いながら、ちょっと高い値段はついてたんですけど、全国でね、まあ、売られたりもしてたんでね、なんかあまり幻の意味合いがちょっとよくわかんねえや、みたいな形にはなってきてるんですけど、はい、まあ、これのね、大きさがですね、実は、これなんですよね。この M5 手帳とねぴったりなんですよね。これまさにねこれケリーをこう今つけてる状態なんですけど、はい、
でさらに自分このやっぱ廃盤のこの号が好きなんでね、号に合わせた形なんですけど、これぴったりなんですよね。 M5 手帳ね、今かなり手帳界隈ではホットな手帳になります。まあ、手のひらサイズに収まりますし、かなり機動力がいい手帳になります。まあ、前回自分が紹介したこの猫耳のリフィルの時もそうやったんですけど、はい、あの結構いいやつなんですけど、これに合うねサイズなんですよね。はい、そんでまあ急いで出す時もこうやってねキャップ式なんで、こういう風にね外すこともあの極端な話できたりもしますし、かなり便利になってきます。はい、なんでねこれかなりねあの好きなんですよね。でまあ今回のねこのまあ小豆色のやつですけどね、はい、まあこれもね実はこの黄色とかにもねあったりすると思うんですよね。まあ秋っぽくていいですよね。まあこれ赤とかもね合わせてみてもなんか紅葉っぽいような形がしていいですよね。まあこんな形でねいろいろあの色合いがねあの同じ黄色とかまあ黒には黒って合わせなくても、こんな形で演出もできたりもするんでね、個人的にこのケリーっていうのは非常にあの気に入ってるやつになります。はい、まあ他にもねまあクラフトデザインテクノロジー限定のやつのまあ白いやつとか、まあなんかいろいろあったりするんですよね。あの東急ハンズ限定の黒いやつで、この辺がローレットになったやつとかね、まあケリーマニアの方ねあのいたりもするんですよね。ケリーばっか集めてるっていうような方も極端な話いたりもする形なんですけど、はい、まあケリーに関してはねあの現行版じゃなくてこの限定版とかあえて廃版を狙ってみるも個人的にはいいんじゃないかなっていう素敵なペンになります。はい、ということでねちょっとケニーの魅力とかも含めた形なんですけど、今回はですねまあ、あの無事に手に入れることができましたね。はい、あのこの3色、あこの3色かな、はい、まあこの3色の紹介でした。はい、まあね、まあ、限定何本とは歌ってはないんですけど、まあ、やっぱりね数量限定にはなると思うんで、あの購入をお考えの方はぜひ早めに購入されてみてはいかがでしょうか。という形で、まあ、今回の動画はこれで終わりにしたいなと思います。この動画が良かったという方はぜひグッドボタンを、ね、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。で他にもいろいろ面白い動画とかアップしてるんで見ていただけると嬉しいです。はい、ということでありがとうございました。バイバーイ。